弊社アンドロイドは世界の OEM のお客様にモジュラーアセンブリーを提供し、サプライチェーンマネジメントを提供しています。技術志向の会社として高付加価値製品を納入するために無駄のないリーンな製造原理を実践しています。アンドロイドは投資を抑え、柔軟性を確保し、使用方法を単純化し、拡張性を持たせるべく工具・設備は独自に設計・製作します。我々の作るフレキシブル製造設備は変化に対応できます。例えばエンジンラインはインパネに転用可能ですし、そうですね、いくつかのセルは異なる部品の順序立てにも使えます。弊社アンドロイドのシステムでは、組み立て工程でのモジュールの移動に自社特許の搬送カートを使用しています。カートはトラック上を走行し、レイアウトは簡単に変更できます。この柔軟なシステムは余分な造作も溝も必要とせず、オーバーヘッドの構造も大げさでないので、その分コストも安くなります。アンドロイドは業界標準のトルク工具や制御を使用していますが、弊社のシステムの進化は社内で開発され特許を取得したソフトにあります。このソフトは複雑なラダーロジックをユーザーフレンドリーな言語に翻訳します。そのため社内チームメンバーは設定変更の方法を理解しており、管理技術者を惑わすことなく迅速かつ容易にプログラムの変更を行えます。アンドロイドは世界品質確保のため、メカニカルで非接触型のエラープルーフィングにより、正しい部品への組み込みを確認します。このエラープルーフィングはゲートリリースシステムでバックアップされており、万一間違って組み込まれた部品は間違いが修正されるまで次にステーションに進めません。しっかりしたシステムで人的なエラーを排除しています。我々は人間です。人的である以上、 100% 完璧な検査はできないことを何度も経験しています。そこでエラープルーフィングを採用してオペレーターのミスを防ぎます。エラープルーフィングがステーション内で実施できないときは、別途アセンブリーとその機能を確認する検証ステーションを設けます。例えばこのコックピットでは、検証ステーションがダッシュボードの一時側電気作動の検証を行っています。アンドロイドはお客様のご希望により各種のビジネスモデルに対応します。包括的なモデルでは、サプライチェーンマネジメントの専門的な知識・経験を生かして部品の世界調達、為替、在庫の管理などを行います。このモデルではアンドロイドは全ての材料を所有し、部品供給元との契約を締結・維持します。お客様の生産スケジュールを理解し対応します。必要な部品を全て発注し、その代金及び発送運賃を管理し支払います。お客様が直接調達された部品を含め、品質問題が出たときはその処理に対応します。部品・モジュールを完成し、完成品をジャストインタイムで順序立てて納入します。アンドロイドは自社開発の事業システムにより、各地の事業所をスリムなオペレーティングスタッフと強力な現場で独立事業として運営します。アンドロイドの事業システムは事業のすべてを包括しますが、そのプラグアンドプレイのフランチャイズ式アプローチは20年以上の事業経験によるものです。経験が弊社の継続的な改良改革に役立っています。問題解決は我々のコアコンピタンスの一つです。複雑巨大な問題から弊社内部の問題にも取り組みます。例えばアンドロイドは創造的な問題解決努力でタイヤおよびホイールの分野での40年来の新技術の開発を実現しました。特許を取得したリーンセル方式は、タイヤホイールのアッセンブリーにおいて従来工法より大幅に複雑さ、コストおよび床面積を削減しました。このシステムでは同一ラインでタイヤホイールの幅広い寸法に対応できますし、マッチマークや低速ユニフォーミティのテストも可能です。組み立て品質は世界的なベンチマークとなり、保証問題を改善し投資コストを削減します。我々は典型的な、あるいは標準的なプロセスに変わる方法を鋭意追求します。我々は箱を開けることを恐れません。箱の中身を見て、箱から出て創造的に、そう、新しい視点で問題に挑戦します。我々はそうすることで長年成功してきたし、また新しい発展への扉を開いてきたと信じています。